皆さんこんにちは、吉の隣リュウマです。今日は、私の、まあ、自宅の将棋をする部屋から、お送りしているんですけれども、今日はですね、あのオンラインイベントがありまして、将棋バールークさんの、企画されたオンラインイベントに、参加させていただきます。その模様を、まあ、こう YouTube でね、ちょっと皆さんにも、発信させてもらえたらと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。また、今日のイベントはですね、西川六段と、一緒に、トークショーなどをやっていきますので、まあ、なんでしょう。まあ、西川さんともね、すごく仲良くさせてもらってるんで、で、将棋バールークさんも、すごくね、個人的によく知ってる、まあ、先輩なので、まあ、なんか、気楽にと言ったら変ですけど、まあ、ちょっと、飲みながらやるかはちょっとわかりませんけど、楽しく、普段とはまた違った雰囲気でお届けできたらと思っております。それではご覧ください。あ、そうですか。トマリ先生ミュートなんで、爽やか。あ、どうも。見えてますか？見えてます。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。あれ、西川さん、なんすかそのどこいるんすかこれがめっちゃ小さくて、声ちっちゃい。隣先生の声ちょっとちっちゃいかもしれませんね。小さいですか今、どうですか、聞こえます？あ、はい、こっちはバッチリ聞こえてるんですけど。あ、バッチリ聞こえてます。はい、西川先生どうですか。あ、今ちょっとミュートになっちゃった。はい、さっきよりだいぶ聞こえるようになりました。よろしくお願いします。あれ、今俺ミュートになっちゃったかな。今隣先生も聞こえてますか。はい、ただ今ミュート。隣先生が、はい、聞こえてない。隣先生ミュートになってます。あ、はい、なんかできない。できました、ね、あ、できました。なんかちょっとさっきできなくて、許可みたいにジェスチャーしてもらっても大丈夫。はい、はい、これで、音大丈夫ですか今。あ、こっちは音聞こえてますよ。あ、聞こえてますか。はい、こちらも大丈夫です。あと、隣先生、お酒準備できてます？なんか飲みよく見えませんけど。しっかり。はい。しっかり、これ、本当に、西川さん、本当に飲んでんの？あ、飲めるので、もちろん。あ、もう西川先生、それが本業やからね。
なんか対局の日に限ってすごい、なんだろう、飲まないと落ち着かないんですよ。あの水を、あの店お酒抜こうとしてるわけじゃないですよ。本当に多分2リットルの水を午前中で飲んじゃって、すごいですね。結局1日多分6リットルは水飲んでるんですよ。6リットル。はい、というわけで、たった今イベントの方が終わりました。だいたい2時間20分くらいでしたかね。で、あのちょうどね、用意してた、あまり飲むつもりもなかったんですけど、結局あのちょうどロング缶が空になっちゃったと、まあ、ちょうど良かったですけど、まあ、西川さんがねもうバンバン飲んでたんで、自分も思わず飲みながらやってしまいました。まあ、すごくね、あの楽しい時間で、2時間ぐらいかな、90分以上西川さんと話してたんですけど、やっぱね、盛り上がりましたね。で、その後まあちょっとファンの方と個別にねお話もさせていただいたり、すごく、まあ、充実した時間でした。こういうオンラインイベントはまたね、今後、まあ、こういうご時世っていうのもあってどんどんね増えていったり、もっともっと発展していくものかなと思うので、ぜひぜひご興味のある方はまたこういった機会にご参加いただけたらと思います。それでは、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。